かねとか言ってた。来年に向けてどうですか。もっとこれを充実さすということだろうね。あの購買者のニーズには沿ったあの運営をしてるのかなと思うんですけどね。これじゃあだいぶ好評だったんですか。いろいろなアイデアを絞って、うまくいきましたねと、あの中京の永井会長はちょっと褒めてくれたけど、どういったところを改善したんですか。だからその前日展示少年もやってましたよね。去年もやってるけど、それはまだあのなんちゅうのみんなが認知してなかったんですよ。2回目で、うん、2年目で整理終わった後に、はい、あそこそうやってやってたのかという人もたくさんいたでしょ、うん、で今年の名簿を送ったら、あ月曜日はね朝から一日中まあ見れるんだなと、じゃあ行ってあのそれから昼からのね店間12時からの店間も見てみようとかっていうことで、朝は飛んできても間に合ったわけでしょ、はい、12時までには全国からね。それで一晩まあ泊まって、今朝はまあ10時から競りをやってるわけで、245頭いてもさ、なんとかかんとかまあ6時までにはねやや終わらしたということで、おかげでそういうことが、ああこうやってやればあの我々もまあいろいろ見立てたりさ吟味したり、バラエティに飛んでるから買いたいマンもねいたなとかっていうムードになってくるかねえかなと思うけどね。10時から競り開始っていうのは今年初めて。去年もやった。去年もでしたっけ、やらん。去年も10時でしたっけ。そうだよ、火曜日は10時でしたっけ。そうでしたっけ。だから忘れた。あんたらプロでも忘れがちだから俺でしょ。10時からだと思ったけどな。やっぱりその下見にしろこの運営的なものがやっぱり定着したっていうものがやっぱりそのバイヤー側にも認知されてて、それがそのまあセレクションセールってもののまた位置づけっていうか、あとあのうん補助場購買とかね、団体購買っていう方々は初めから終わりまであの全部会場に座って見て、選んでるよね。で一般の人はあのもう20頭ぐらいの間にはいないとかったら、会場から出てって食事取ったり休憩したりしながらまあやってるわけだよね。だからまあそういうことを昼休みに社に無理1時間取らんならんとかそういうことは誰も言わないもんな。飯食う暇もないとかっていうことも言わないし、だから休憩して飲んだり食事したりして自分のあのこのセリ見てみたいと思う馬が出てくる近くになったら来られるもん、みんなして、そして来て座ってどの馬競るのかなと見てたら、やっぱりさ何歩かその関係ある姉か兄貴か買ってねそことか走ってるとかそういう、まあ、見てるものある名称さんでも長井さんでもな。ちなみにやっぱり今年は頭数は多かったかなとは感じます。それは感じる、うん、大体どんぐらいがベストだと思われますか。やっぱりもっと50頭ぐらい削った200頭ぐらいでやればあのもっとぶどまりも上がると思うけどね。ただ500-450頭も申し込んで来られて、やっぱり3頭とかもあの申し込んでですよ、全部跳ねられるとかということに対するその組合という組織としてさ、ブツブツ小言という組合は多いわな。だからそのぶどまりを良くするっていうのは簡単なんだけど、やっぱり中にはこう音も持ち込んできてね審査したり行って見てみたらさ、どれも
それあのセレクトセレクションに出してもらうようなまあとは言えないなという面もあるんですよ実は。だけどまあね一頭ぐらいは受からしてあげて、まあ、ここに持ってきてそれでね売れんかったら自分も分かってもらえるんじゃないかな。ここに出すわけなと。跳ねられるということはそういうことかということはやっぱりもっと今の時代だから認識してもらいたいよな。で本当セレクションで名の付く以上はやっぱりその販売者側もやっぱりその意識を持ってほしいっていう、だからそれは優勝劣敗なんだから、うん、競りもねやっぱり選ばれて出す以上はさどういうことしてても売るんだということもね主催者である我々が売ってくれるんだじゃないんですよ。これやっぱり自ら生産してねこう競りに出すということはさやっぱり営業努力とか馬をね質を高めるとか馬の点数を上げるとかっていうのは自助努力ですからね。これそこら辺は優秀なじゃあハッピーネモとかああいうね一流のコンサイナーに預ければさ預かってくれるかっていうまず問題もあるだろうし、落とすっていうかその選ぶ上での判断基準っていうのは明確になってるかどうかっていうのも大事になってくるんじゃないですか。いやだから基準を強化してるんですよ。それを今持ってないけども、でも強化してても、うん、その一頭ぐらいとかっていうのがあるわけですよね。まあ、だから簡単に言うと230は一応見て歩いて選んだと。だけど地域から役員は出てるからね、なんとかこことここはまあ1日で競りの範囲内に可能であればなんとか出してあげたいというのも 6町村とか7町村あるからね、そこで2頭ずつ出たってさ10何頭すぐなるでしょ。そういう面もまああるんですよ。じゃあ指南浴びてもいいから出してやれとかね、お客、まあそれ購買者がだよ、そんなお前8月の競りに出てくるのもなんでセレクションの馬だったっていう、ね、ことになるんですよ。過去長い間俺もやってるから目利きの購買者っていうのはすぐそういう文句悪口言うんですよ。これだろ俺うちにいる馬の方もっといいぞとかな、うん、それから落とされた馬の方が8月で高く売れたと、お前ら選んだ馬はお前一つも売れんでねえかと、こういう組合員が小言という人もいるしね、組合長の馬は選ばれたけど売れんでねえかと、それ役得でやってんねえかとかすぐ言うんですよ。それね、頭にきたから今年は出してねえんだよいろんな